ピリリウムとは、ピランのメチレン元からヒドリドイオンが脱離した形式のヒイオンのことである。名称は、ピランのゴビアンをヒドリドイオンが脱離したヒイオンであることを意味する、設備ジリアムで置き換えたものである。ピリジンの窒素原子を酸素ヒイオンに置き換えた形の化合物であり、ピリジンと等電子構造を持つ。そのため、ヒュッケル族を満たす、方向族化合物の一種である。 ピランが不安定で単位が困難であるのに対し、ピリリウム構造を持つ化合物は比較的安定で数多く知られている。ピラノンもピリリウム構造を持つ極限構造を書くことができ、安定な化合物が多く知られている。にある兼マイナス1、コージオン構造を持つ化合物を共産性条件で感化させるとピリリウム化合物を得ることができる。述の通り、ピリリウムイオンは 嗅覚死薬の負荷を受けやすいので、用いる酸としては、体温に嗅覚性がない化塩素酸や、テトラフルオロホー酸を用いることが多い。無痴管のピリリウムイオンはこの方法で得られている。蒸気の条件で生成するにある兼マイナス1、コジオンを単離せずにそのままピリリウムに感化させる方法も知られている。例えばベータ、ケトアルデヒドとケトンからアルドール縮合を行う方法や、 酸アルケンマイナス1オンにカルボン酸無水物をフリーデルクラフツ反応させる方法がある。また、アルカンマイナス1、ゴジオンを強酸性条件下で弱い酸化剤を共存させてピリリウムを得る方法もある。この反応はまず感化により4 h ピランが生成し、それが酸化剤で脱水素される反応機構で進行する。酸化剤としては、 ddq や塩化トリフェニルメチルなどが用いられる。4ピラノンのカルボニル元にグリニャール試薬を付加させた後、酸で処理するとヒドロキシ元が脱にしてピリリウムが生成する。また、ピラノンをアルキル化剤で処理するとオーアルキル化が進行しアルコキシピリリウムが生成する。ピリリウムは方向属ではあるものの静電化を帯びていて電子不足であるため、 嗅覚視薬と反応しやすい。共鳴構造の静電化の位置から予想される通り、嗅覚視薬との反応は2位か4位で進行する。2位か4位に脱力となる痴漢器が存在する場合には、ピリジンなどと同様に、旧電子痴漢反応が進行する。2位か4位に脱力となる痴漢器が存在しない場合、一旦嗅覚負荷が起こるものの生じた、ピラン誘導体が不安定なためピラン間の快感が、 しばしば起こる。例えば、アンモニアと反応させると2位に、アンモニアが孵化した後、ピラン管が開管して5アミのマイナスに、4次ンマイナス1オンとなる。これは直ちに分子内で、イミンを形成して、ピリジカ管を巻き直すことになる。また2位や4位に、メチル元がある場合、その水素は、ピリリウム管の強い電子吸引き性により容易に、脱プロトン化される。この脱プロトン化体を、 各種の旧電子子薬と反応させて、置換器を導入することができる。アントシアニジンの一種、ペオニジンの構造式、ピリリウム構造を持つ代表的な天然物として、植物色素であるアントシアニジンが数多く知られている。アントシアニジンの多くは、酸性条件では安定であるが、中性からアルカリ性では徐々に分解して退色していく。これは、アントシアニジン中のフェノール性。 ヒドルキシモトの脱プロトン化により、キノイド型の構造となって、ピリリウム構造が崩れてしまい、不安定となるためである。ありがとうございます。